さあここからは三重ライブスポーツです。今日はリモートでのご出演となります。四日市市出身でスポーツクライミングのボルダリング日本代表渡部圭太選手です。渡部選手どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この渡部選手の背景がどうしてこのような写真なのか気になりますが、後ほど、ね、伺いたいと思います。さあ去年東京オリンピックでスポーツクライミングが新競技として行われ注目を集めました。私も生中継見ていたんですが、本当にねこのハラハラ感もありスピード感もあり面白い競技だなと感じました。渡部選手にとっては、日本代表で、この知っている人たちがオリンピックに出場していたということなんですが、競技はご覧になりましたか？そうですね、今大会は無観客で開催されたんですけど、ネット中継があったので予選から決勝まで全て観戦することができました。そうなんですね。そんな中で女子は日本勢銀メダルと銅メダルの2つを獲得しました。渡部選手、このスポーツクライミングの中でもボルダリングではどういったところに注目されていますか？そうですね、ボルダリングは非常にこう本番になるまでどんな課題が出るかわからない、そしてこう行って行って難しい競技なので、現場に行かないとわからない部分がすごく多くて、映像だとちょっとこうどう難しさがなかなかわからなかったんですけど、かなりこう本番の厚さだったりこうコンディション的に難しいんだろうなっていうふうに見てました。なるほど。その映像で見るとどうなんでしょう、この距離感とか角度とかが分かりづらいから、やっぱりこう現地で見るのとは違うっていうことなんでしょうか？そうですね、壁とかはなんとなくこう予想できるんですけど、例えばそうオリンピックでお披露目されたホールドとか、掴むホールドっていうものがこういつもと違ったりするので、本当ちょっとした角度の違いで難易度が変わるので非常に難しい。川口さん、ボルダリングそういったところに、ね、面白さあるんでしょうか ねなんか興味津々ですね。私もオリンピック見てたんですけれども、ぜひね今日その楽しさをしっかり教えてほしいなというふうに思いますね。そうですね。さあここからは渡部選手の去年の大会を振り返っていきたいと思います。6月にオーストリアでのワールドカップに出場しました。渡部選手、この大会はいかがでしたか？そうですね、この大会はワールドカップの中では終盤の方の大会だったんですけど、なかなかこうコロナ禍でうまく練習ができてなかったの でそれとこう直前 の調整でちょっと怪我をしてしまったのもあり、なかなか苦しい大会でした。そうなんですね。いやこのもね、映像を見ている限りどこを掴んでいるんだろうというくらい、本当にこう壁にねもう掴むところが少なくて、壁を登っていっている感じがかっこいいな、すごいなと感じるんですが、去年の秋には、本来であれば、渡部選手のこの地元でもある三重県で三重常赤国体が開かれる予定で、渡部選手も出場を予定されていたということなんですが、改めてこの中止が決まった時っていうのはどんな思いでしたか？そうですね、国体に対してはかなり個人的には思い入れがあったので、こう地元でやっとこう大きな大会をこういつも応援していただいている方に披露できるって思ってたんですけど、やはり延期から中止っていう風になって、おそらく僕が、先週してる中でこういいパフォーマンスが出せるタイミングではもう国体はないと思うんですけど、なんかこうどうすればいいんだろうっていう、日持ちの整理がつかない状態でしたね。やっぱりこう地元の皆さんにその活躍を見てほしいという思いもあったために、複雑な心境もあったと思うんですが、そんな思いを乗り越えて11月にはトップオブザトップ2021に渡部選手も出場されました。この大会はどういった大会なんでしょうか？この大会は日本代表、この2021年の日本代表のみが参加できる大会だったんですけど、本当にレベルの高い日本代表向けの課題っていうのが作られていて、非常にこう難しい大会だったんですけど、その中で3位になれたのは非常に良かったですね。なるほど、こういったご自身としてもこうちょっと調子が元に戻ってきたかなという中で、新しい年を迎えられたと思います。
最近はこの冬のトレーニングどういったことされてるんですか？そうですね、あの冬場、まあ、オフシーズンっていうのがなかなか短い競技なんですけど、うん、あの実際に大会で登るようなこう屋内ではなくて自然の岩場の方に、あの今年は多めに行くようにして、リフレッシュ兼いつもと違う刺激を、はい、岩場で経験することができました。すごい。これ今登っていらっしゃるのが渡部選手ということですよね？そうですね。川口さんも自然の中でこの岩に登れってすごいですよね。いや、まあ、本来 ねあのこれが元々のことだったんでしょうけど、それが競技になったんでしょうけど、改めてやっぱりこう自然を相手にね、こう戦う競技だったんだなっていうのを思い出させますよね。もう本当にこう絶壁のような岩を本当体一つで登っていくということで ねでもこれがリフレッシュにもなるということなんですよね。あのそしてね、はい、渡部選手のこの背景も今ちょっとこう森の中でしょうか、山の中のような感じですが、はい、後ろに映っているね岩も渡部選手がこれ登った岩ということで、ね、この辺ですね、オレンジの、はい、本当に自然のど真ん中ですよね。あの最近はどうなんでしょう、こういったトレーニングに加えて、まあ、特にどういったことに重点を置かれてるんですか？まあ、クライミングは本当体身一つで登る競技なので、すごいこう根本的に練習を変えるっていうことはなかなかしないんですけど、まあ、やはりシーズンオフからシーズンがこう始まるところに近づくにつれて、こうより大会に出るような内容を重点的に練習しました。もうね、こんな映像で見るともうボルダリングってなんか本当にすごい競技だなと感じますが、ここで改めてボルダリングの競技を紹介したいと思います。ボルダリングは東京オリンピックで正式種目となったスポーツクライミングの中の一つの種目です。スポーツクライミングには3つの種目があり、12メートルを超える壁を登り、制限時間内で到達の高さを競うのがリード、そして15メートルの壁に設定された同じ条件のルートを2人が駆け登りタイムを競うのがスピードです。そして高さ5メートル以下の壁に設定されたいくつかのコースを制限時間内に登りきれるかを競うのがボルダリングということで、渡部選手がこのボルダリングを中心に行っているということなんですが、見ての通りロープを使わずにこのボルダリングだけ体だけで登っていくということなんですよね。本当にこうもう、なかなかもう私たちには成し遂げられないようなすごい技を見せてくださっているということなんですが、ね、このボルダリングの競技の見方、ルールを知って競技をより楽しみましょうということで、こちらもまたご覧ください。高さ5メートル以下の壁にいくつかのコースがあります。このコースを課題と呼ぶということなんですが、1番目の課題から攻略していくんですが、1つの課題につき制限時間は5分間、5分間で何回でも挑戦でき、その登った回数、完登数で順位が決まります。渡部選手、この課題に対する5分間の駆け引きっていうのはいかがですか？そうですね、5分間の中で、初見の課題をこうどういうふうに攻略するのかっていうのを最初に考えるんですけど、その戦略次第ではこう少ない回数で楽に登れる場合もありますし、より何回もトライしてこう徐々に高度を上げるっていう課題のパターンもあるので、それをこう5分ごとにこうトライするっていうのはなかなかハードな、はい、種目です、ね、しかもこの前の選手が登っているところっていうのは事前に見ることできないんですよね？そうですね、物理的にはこう実際横はちらっと見えたりするんですけどただルール上基本的に自分の登る課題を初めて見て登るっていう風な競技特性になっているので、なかなか難しいですね。本当にこう瞬発的に考えてその場でどれぐらいいけるのかっていうのも考えながらトライしないといけないです。なるほど、そのこの5分間をどう登るかというのを直前に決めて挑んで、そして5分休憩でまたすぐの次の課題に行くということなんですが、この順位には課題の途中にあるゾーンっていうのも大事になってくるんですよね？そうですね、1トライ1トライ差別化をするために
こう途中にボーナスホールドって呼ばれるゾーンっていうのが存在するんですけど、まあ、やはりこう少ない5分間の中で登り切った選手と登り切ってない選手ってなると結構な人数で出てしまうので、まあ、途中のゾーンっていうのをいつ掴んだかっていう5回目で掴んだのか1回目で掴んだのかっていう差でも実際順位が分かれたりします。そのゾーンのことっていうのは、まあ、登る直前に決めてしまうのか登りながら考えていくんですか？一応そのなぜここにゾーンがあるのかっていうその作る側のちょっと気持ちになって考えることはありますね。いやそうなんですね、はい、川口さんボルダリングのどうでしょう、こう見方分かりましたか？分かりました、あのね僕質問あるんですけど、うんうん、あのホールドってあるじゃないですか、はい、あれって、はい毎回こう形が違ったり大会で形が違ったりするんですか？そうですね、あの大会ごとにどのホールドが出るかとかどのメーカーのどの種類が出るかっていうのは本番までわからないです。やっぱりそう。そうでもじゃあいろんなこのホールドのタイプに今本当にこう掴めるようになっていかないといけないということですよね。ね、体力だけじゃなくてやっぱりその見て分析してで自分でどこ行けるかってイメージとそれをまあ実践する力ですよね、まあ、総合力が試されるなかなか面白い奥深いスポーツですね。面白い競技ですよ ね、まあ、そしてねそのボルダリングの国内最高峰の大会が来月三重で初めて開催されます。第17回ボルダリングジャパンカップが2月5日6日に四日市ドームで開催されます。渡部選手、まあ、この最高峰の大会が地元で開催されるということなんですが、まあ、どんな特別な思いを持っていらっしゃいますか？まさか地元でそれもこうボルダリング、まあ、自分が得意としている競技の最高峰の大会があるとは思ってなかったので、まあ、本当国体がなくなったのとすごい逆にものすごく嬉しかったですね。ですね、まあ、地元で開かれるということでも皆さんにその姿見ていただけると思うんですが、どんな登りを見てほしいですか？はい、そうですね、まあ、僕らしいって言っても初めて見る人にはちょっと伝わらないかもしれないんですけど、僕は割と少ない回数でこうなんかこうバタバタせずに登るのが多分特徴的なので、まあ、そのなんか冷静で時間ギリギリで登るようなトライもあると思うんですけど、なんかそういう、こう緊張感のあるこうトライの末に登るところをまあぜひ見ていただきたいです。なるほど、見てみたいですね。川口さんのいつも、ね、このレーシングドライバーの松田選手もおっしゃってますが、やっぱり地元での開催ってこう特別な思いあるそうですよね。まあ、そうですよね、うん、それと我々、ね、三重ライブの仲間はね、うん、僕ここに出てもらったスポーツ選手みんなファンになるんですよ。そうですよ ね、これしかも国体がなくなっちゃった代わりに今最高峰の試合が、ね、四日市であるっていうのでね、うん、もうね精一杯応援してね、表彰台の真ん中に立つ渡部さん見てみたいですね。あんまプレッシャーかけたらダメなんですけど、で, す、ね、でもね、ぜひね真ん中に立ってほしいですよね。でもね、きっとこのおっしゃってたクールな登りを見せてくださるということですので、そうそう、さあそれでは渡部選手、改めて最後にこの来月四日市ドームで初めて開催される第17回ボルダリングジャパンカップへの意気込み聞かせてください。はい、地元の大会では本当に思い入れが強くあるので、この大会で優勝できるように最後まで調整をしっかりして気を抜かないように、本番まで気を抜かないように練習に励みたいと思います。練習も本番もどうぞ頑張ってください。さあ今日のゲストはスポーツクライミングのボルダリング日本代表渡部圭太選手でした。渡部選手ありがとうございました。ありがとうございました。